え、竹野見た？あれ。あ、見ました。見ました。なんか夢見ましたね。あのー、かわいかったな。あれ、あれ夢の世界の竹ですよね。あれが？あれ夢の世界の竹ですよね。え、今日ずっとキャンキャン言ってたのってレータが久しぶりに起きたから喜んでるんですよね。なるほど。内心で抑えきれない竹が出てた結果、キャンキャン言ってたんですけど。ちょっとぼーっとしてたけど、これ何の話でごわす？ごわす。いやー、切れないな、ごわす。ほら、ずいぶんイメチェンだ。さて、全員揃ったな。とりあえず今日いるメンバーだ。まず、まあタラリーとか花組も含めて話を聞いてほしいのが、まあ明日構想があるわけだ。で、この構想を、まあ本来の島をかけてっていうのでは急遽なくなった。じゃあ何をかっていうと、まあ金ではあるんだが、それだけじゃない。まあ、さっき竹からも話があったが、あの日いたメンバー、歯がゆい思いをさせた者もおるかもしれん。それは私の考えがあってのことだが、そういう風な感情にさせてしまったことはまずすまなかった。だがなぜそうしたか、私の判断というのは、お前たちそこにいるメンバーだけではなく、寝ている者や花組に対しての配慮だ。バチバチにやりたい、戦って殺し合いたいギャングだからということではなくな。状況がつかめないまま構想の前日までバチバチにやり合う状況が、準備に対してだったりとか作戦だったりとか、そういったものに対しての影響が少なからずあると私は考えた。当然私も歯がゆい思いだ。あの判断は団長の思いだった。だが悔しい思いをしたんだったら、それをバネにして明日ぶつければいいだけの話だ。違うか？そうです。なんか食ってんのか？あれ誰だ？誰かいる。ぶねえ、俺今バレたと思った。あ、レイラじゃん。レイラちゃん、レイラさん、おはよう。おはようレイラ。おはようございます。喉閉まってレイラさん、口元緩んでるやついるな。おレイラ様、レイラさん、レイラさん、レイラ声がですか？おはようございます。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 もう一人いましたよ。ええ、たまたま誰だ。アンブレラかもしんねえ。始まった。どれ、起きたね。起きたら一緒。おはよう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ってことはほぼフルメンバー。ほぼだ。キュンキュン。ほんまや。ほぼフルメンバー。喜んでる。喜んでる。竹森さん、喜んでるでしょ。そんな声出んの？そんな声出んの？あと2人いない。竹森、声変わったんだ。そんキャンキャン、喜ぶとキャンキャン言うんですけど。おはようかい、レイラ。おはようございます。おはようございます。起きてもキャンキャン言うのか。明日構想があるというのはお前たちは知ってるか？はい。カインは？はい。カイン何日ぶりだ？カイン？10日ぶりです。10日ぶり。おはよう。おはようございます。おはようご
ございます。カイン。はい。明日お前の大好きな構想だ。よーし来た。よしよしよし。あー、まあその話が脱線したから、まあとりあえずカインとレイラは聞いててくれ。はい。とりあえずそういう風にこう、まあこの構想になる経緯の中で、まあアンブレラとの関係性というのも少し変わってくる。だからアンブレラだけではなくなる可能性も当然ある。この町のこう法律みたいなものもまあ新しくスワットというものが導入されたり、そういったものも出てくるし、ギャングの方にもいろいろな修正が入ることが予想される中で、今までのようなこう関係値を維持するのも難しくなるかもしれない。このタイミングで構想をするというのは非常に大きいことでもある。町が変わる中で敵対勢力を明確につけるというのは、この町での生き方というのにももう一段階覚悟が必要になるはずだ。急に襲われることがあるかもしれない。関係性が透けてしまえば花組も被害に及ぶかもしれない。逆もしかりだ。こちら側から向こうの関係、例えば敵対する勢力の関係のある人間を襲うことだってあるかもしれない。今までとは違う、ここまでの人数になったこの組織、確かに起きてくるもの、起きれるもの、その頻度やこうなんだろうな、まあ、回数とかっていうのは波があるわ。だからこの町にいればみんなこうこの町で生きているように、他の人間もまあそうじゃないか。まあとりあえずな、明日今まで自分がこうやってきたことをぶつければいいと私は考えてる。今までミッションでやってきたこと、対警察でやってきたこと、そういったものをぶつけれる場所だ。自分の実力が今どの程度なのか、その日のため、明日のためにやってきたわけじゃない。とりあえずは今できる自分の限界までやってみたらいいだけの話だ。というわけで、ダヨが予行練習のようなことをしたいっていうような話があったんだが、それに銃を持ち出してやるというのは非常にこう微妙なラインだ。もし銃撃戦の練習をしたいんだったらサバゲーの方に行くべき。銃のこうリコイルとかのこう銃を撃つ練習をしたい、銃を撃つことを体に染み込ませたいとか、頭の位置とかを頭に叩き込みたいんだったら射撃練習のところに行けばいいんだ。あとは車の運転の仕方だったりとか、こういう風にやったらすぐ車から降りれてすぐ撃てるとか、そういったものも今日残りの時間で自分たちでおのおのやればいいと私は考えてる。アンブレラは確かに強い。この街で言えば負けなしの最強ギャングだ。だから面白い。やれるかお前たち。もちろんです。やる気はある。はい、もちろんです。もちろんです。頑張ります。やりましょう。お任せください。一番大事なのは楽しむことだ。負けを恐れるな。自分の今できることをやればいい。以上だ。何か質問あるか？大丈夫です。大丈夫です。あるんだったら聞いた方がいいぞ。関係ないかもしれないんですけど、どういうルールなんですか？うん、まあルールについては最初私が考えていたのは、その町の島のリセットという噂、これが私の耳には入っていなかったので、島をかけてやる予定だった。その町の
島の権利書みたいなのを持ち歩いて、まあ、それを奪いに来てくれっていうような感じのルールで考えた。だがそれがまかり通らなくなった以上、その勝ち負けというのを自分が持っている何かを奪い合うという形でやるんだったら、もうその権利書の意味がないから、何か代用品を考えなくてはいけないっていうふうに私は考えてる。で、アンブレラと構想をした中で一番最初にやった構想、この構想でアンブレラから奪ってるとあるものがある。もしかしてあれですか？テディベアだ。え、それ僕のだ。おい、テディベア、あれ、そう、あれエスカーさんのバッグの中にぶち込んだんだよ、あれ、僕が。あ、そうなの？じゃあ回り回って、そしたらなんかウェスカさんすごい大事にしてて、うん、それなんか取られた私のテディベアって言って叫んでたの聞こえたけど。そうなのか、うん、それを私があの奪ってクマちゃん返してって言ってたから、はい、そういうことでしたね。なるほど。自称してるよ。そう、すごい、全くルールと関係ないところで争いを起こってます。なるほどな。というわけで、まあ一応ウェスカーさんにはその、まあ、テディベアを奪いに来いっていう話をしようかなと思ってる。じゃあカイン君のテディベアを奪い合うってこと？まあまあそのまあそういうことになる。回りすぎでしょ物。まあ物なんて何でもいいんだよ正直。最後それを持ってたら勝ちでいいんだから。そうですね。でそのテディベアを奪い合えるのは、まあ、私とウェスカーだけ。相手の組織は私のことをこう襲いに来る。で私がダウンを取られた場合は、私のものからテディベアを奪って逃げるわけだな向こう。でそうすると攻めと守りが逆転するわけだな。今度は向こうが逃げ、まあ守りだな。で今度はこっちが攻めみたいな。ただ正味それもすごいふわっとした感じだったから、私も考えたときに、じゃあこれはどうすんだ、あれはああすんだみたいな、なんかそういうルールが特別決まってるわけじゃないから、すごい非常に難しいけど、とりあえずそれはウェスカに確認する場合によって。でもどっちにしてもまあ街でバチバチやり合ってチェイス含めて打ち合ってみたいな感じにはなると思う。当然明日はミッションはやらないし。了解。了解っす。了解。お前たちがまあその守るのと攻めるのの要だ、一人一人が。でさっきタケとも話したんだけど、お前たち一人一人にこう自覚のレベルをもう一段階上げてほしいっていう話。ギャングとして生きてる以上はいつ打ち合いになるかもわからないじゃないか、本来は。どこから狙われてるかもわからないし、即座であの場で打ち合いになっていたかもしれない。この前そういった場合、自分がどこにいるべきか、どこに人がいるべきか、どこが足らないか、自分の立ち位置がどこなのか、自分に何ができるのか、そういうのは考えていてもいいとは思うんだな。という感じだから、この後もし何か練習したいっていう風な思いがあるんだったら、私は別にみんなでやってもいいし、何でもいい。どうする？やりましょう。サバゲーちょっこりやりたいですね。やるか、サバゲー。ちょっとだけサバゲーか、あとは、まあ、車、なんかこの人数いるんだったら車でやるのちょっと練習になるかなっていう。うん、一応ね、そのやっぱりそういう構想になった時に一人一台バラバラに動いててもしゃあないと思うんだよね。自分もそう思いますね、うん、だからもうなんだろう、ペア行動、バディ行動っていうのは必須だと思うんだよ。はい、うん、はい、でそれを今決めちゃってもいいと思うんだけど、どう思う？あ、やりたいですね。そうしましょう、うん、まあ、運転に自信ある人を運転手にして。ちなみにヘリ禁止とかではないですよね。全部禁止じゃないね。俺運転も打ち合いも自信あるんですけど、どうすればいいのかですか？
まあ竹はだから矛になり得るから、それはちょっと今考える。オッケーでごわす。あ、そうで一応ね、花組には影響がないようにはなるわ。だとしてもこう、なんだろう、今後いろんなことが予想されるというのだけ頭の片隅に置いといてくれ。はいはい。さて、プロのメカニックやってるんですけど、何かお手伝いとかできませんかね。そうな、車をすぐ直せるようにはしててほしいな。うん、もう本当に何だろう、そこまで来てもらって直してもらうっていう感じになると思うけど、そのそっちのサポートで私はできるだけお手伝いはしたいなと、うん、常に無線には入っててほしいわ。ここに助けに、ここに修理しに来てって言った時に修理できるんだったらしてもらいたい。わ、はい、かりました。うん、タラリは直せる？タラリ？はい、直せるっすよ。じゃあタラリもそれはできるのかな？できますね。じゃあもし場合によってできるなら、ただお前たちそのメンバーにもこう注意しなくちゃいけないのは、メカニックがその直してくれるところに敵対勢力がこう来た場合は危ないだろ。だそういうのも考えなくちゃいけないっていうのも自覚してくれ。了解。了解。さあバディどう決める、うん、とりあえず運転に自信ある人挙手制でいきますか。運転に自信があるもの、車。はい、まあ、めっちゃ得意ってわけでもないかも。別に普通。じゃあキミとスダイはここに来て、でパテもここ来て。さっきはちょっと頭いっぱいいっぱいなっちゃうから、どっちかの方がいいか。うん、いいかも。こんな車に自信があるやつがいないのかな。ナタルもこっちでいいだろ。は？ナタル先輩。ナタルさんこっちでいいと思うよ。ナタルは絶対こっち。はい。うん、で一応タケもこっち来て。僕下手くそっすよ。タケもじゃあここ。そんなことない。そんなことは絶対ない。チェイスはバカ得意ですよ俺は。あ、すいません。すごいな。楽しみです。もう楽しみすぎて。得意だな。得意だな。得意だな。運転、この運転得意組に対してバディをつけていくわまず。そうな。ちなみに陣平って車うまいのかな。でもヘリありならヘリでいいんじゃない。まあ陣平はヘリでいいとは思うな、正直。陣平さんはヘリバザード乗せて。おい、会議中だ。綺麗。ボス、なんだ。あ、ボス、ジンペイさんは、あのメスカーさんからです。ああ、なになに。あ、はい、あ、追加しました。かけ直しますよ。あ、お願いします。びっくりした、びっくりした。今やましい声だ。ジンペイさん、バザードでバディつけて、まあ、でも2人ぐらいバディつけて、ジンペイさんに対して、うん、で、1人ずつあの高所に下ろしていって、あと拾っていくっていうのを繰り返しの使い方でもいいんじゃないですか。うん、作戦の要、とりあえずそういうような作戦とかの要をキミトスと、はい、タケに今回はその要を任せたいと思ってる。あ、返事したの。返事したな。返事した。で、空の部隊、まあ陣平を筆頭にボア、あ、じゃあね、陣平を筆頭に、そうだな、カイン、どうしよっかな。カインはやっぱ空じゃない方がいいな。車につけよう。カイン、カイキ、あそこの2人はなんでいつも一緒にいんだ。なんかバディ組みたいのか、ナタル。はい、バディ組みたいの。はい。レータはそれでいいか。問題あるかもしれない。やられてるやん。やられてるやん。一方通行。やられてるやん。なんか、めっちゃ落ち込んでる。しょげてる。まあ、ここは触れないでおこうかじゃ。そうですね、一旦。そうなぁ。バランスを考えてやりたいから。
どう思う？火力重視で強いものと強いものをくっつけるのと、キミットスは一点突破できるペアは何組かあった方がいいかなと思ってます。でも少し怖いのがロケットランチャーでその2人が倒された。そうだな、なるほど。あ、でもバランス型で組んだ場合、相手がその強いペアだった時に太刀打ちできない可能性があるかもしれないっていう、まあお互いデメリットはあります。何個か、あ、強いペアを作ってロケランを食らわない範囲、本当にどちらかというと中で守るんじゃなくて外側から攻めていくような形にすればロケランの被弾は防げるんじゃないかなと思うでごわすね。2パターン考えておくのはどうですか。なるほど、それもありだな、はい、どっちかがダウンしちゃったりっていう可能性もあるしな。でもそのパターンでいうと難しいんだよな、なんか数パターン作っとかなきゃいけないっていう範囲もあるしな。うん、4時間ありますからね。別に何個かなんか自信ない人3人合わせて3、そこだけ3つとかでもいいんじゃないですか、パーティーじゃなくて。一個僕的に思うのはボスは1人で乗ります。いや、一応私のところに2人つけようと思ってるわ、車の中に。ボスの車を守る車、一人乗り1台欲しいです。まあでもどうだろうな、うまいやつで2人乗せて、いや1人だな、1人乗せたいわ、私車に。1人いるだけで心強いですし、後方確認もできますからね。うん、どうしよっかな。ボスの横に乗せる人と、ボスの車を一番守る、もうあの鉄砲玉みたいな1台だけ決めて残りで決めればいいんじゃないですか。俺欲しいと思いますよ多分。あのボスの周りを絶対に守る1台、運転手1人のみの車、要するに基本降りることなくて、なるべくボスが転んだりとか、その事故んなようにもう身を挺して守る係。もう最悪ロケラン飛んできたらもう、それはだよ。わかりました。うん、でもそれに人乗ってない方がいいの？個人的には乗ってない方がいいと思ってます。まあ、車から降りないで車でのカバー、車線の間に入ったりとかっていうことだろ。ダイオはタックルがうまいから、ダーティータックル得意だから、最悪あのラークみたいな動きできるから、ボスの車ひっくり返ったりしたら大学降りて戦えるんで、うん、じゃあボスの車が止まんない限りはもう基本アタックしてもらって、ひっくり返ったら大学さんにアタックだよ。わかりました、大学こっち来て。あ、確かに、まあまあ、まあ、大学こっち来て。あ、はい。で、私の車に一人乗せたい、これを誰にするか。私が指名していい？じゃあ指名制にする？いや、いいと思いますよ。指名制にするか。指名制ね、なるほど。それはボスが選んだ方がいいと思います。おー、みんなそうそうしました。どうしようかな。でも個人的にバディを私組ませるんだったら、パテに一郎、はい、でジョバを、タケ。マジか。もうすぐ来ました。でもカインを、キミトス。了解です。っていう風になるんだけど、チクショチクショ言いすぎだろ。チクショ言ってるやん。チクショ言いすぎだろ。ハスみたいに言うなよ。ハスみたいに言うなよ、マジで。すっげんな、マジで。で、ナモは個人位だから、はい、そうですね、基本的には個人のムーブになってもらう。はい。で、まあ、柳田もいれば柳田が。っていう感じになる。で、ジンが空。で、多分ナノも空だと思うわ。はい。だ、情報を空で共有する感じになると思う。はい。じゃあ、カイン、ジョバーナ、イチローは、バディのところに行って。はい。結構前に。はい。で、そこの2人はそれセットでいいのか。タケが離れとる、俺から。俺から離れとる。ナタルはセットでいいのか。いや、そこはもうあのボスが決めてください。すみません、押し付けなんで大丈夫です。レータは
大丈夫ですよ。いや、はい。ギリみたいな感じ。なんかちょっと、うん、まあ、しょうがないかみたいな感じは漂ってきてますけど、ボスが決めて大丈夫です。そこは、はい、うまく使ってください。私はね、レータは別につかせようと思うわ。いいと思います。ナタルはイチカとペア。はい。ナタルイチカはペア。で、今いないものもいるから、そういうのも踏まえて。で、そうなぁ。怪奇、車の運転別に下手じゃないんじゃないか。怪奇は運転は俺はうまいと思います。うん、が、無線がちょっと苦手なので、うん、まあ、でも打ち合いも強いと思うんですよ。だからなんかもう、ほんと、助手席に、運転手にするなら助手席が、その、しっかり IGL 気味の動きが取れる人。とかだとじゃあ相性いいかもしれません。先に言っとくと俺はマルチタスクができません。怪奇。はい。お前は陣平と空。空。陣平がこうなんだろう下ろして下ろしたところから例えば高いところから高所を取って打ち下ろしたりとか先回りして遮蔽を使いながら、打ち下ろしたりとか。俺ヘリですね。ヘリ運転してってことですね。分かりました。うん、運転じゃない助手席。助手席ですか。わかりました。話聞いてるよ、怪奇。だから怪奇は助手席に乗って、情報を収集する。で、陣平はその、なんだろう、空からの偵察がうまい。基本的にはその偵察のサポートみたいな感じだ。わかる？別に指示を出すわけでもないし、状況を判断して自分の中で。はい。で、例えば僕ここで下ろしてくれればやりますみたいな感じの動きでいい。あとはその陣平が見えないところを見てやるっていう感じ。どうだ。頑張ります。よし、うん、で不安そうだな。不安そう。大丈夫。もしあれだったら闇も冷静だから全然変わってもいいですよ。怪奇と闇、怪奇の気持ち尊重する。一郎さんはボスのことをご指してるから。あ、怪奇の方がいいと思う。なんか勝手に一郎傷つけられてる今。勝手に一郎嫌いしたな今。おい、俺のバディを傷つけるんじゃねえよ。お前だよ、初めての。あれなんですよ、視野が狭くて周り見るの結構苦手だから。今文句言ったやつ全員殺すから。そこがちょっと不安かも。舐めすぎだ。お前俺のこと打っておいて舐めすぎか。あ、すいません、それに関してはお前も舐めすぎ。もう地面に頭がこすりつけるぐらい。そうだな、レーターとレーラとボアをどうするかだな。あとモロトモさん。モロトモ、あ、モロトモもおるな。モロトモレーター大数譜、そのバディにの車でも2人乗りが多いからな。でもリボルタなら持ってますね、渡せる。リボルタじゃあな、どうだろう。リボルタのいいところは、うん、その辺の車に紛れられます。運転はできません。あとこれ一つなんですけど、うん、相手がバディなしで一人一台車出してきた場合はみんなそれに切り替えた方がいい。確かに。まあそれもそうだけど可能性としてはどうだろうな。まあ一人で動いてるやつも多分中にはいると思う。うん、まあ、台数増やすデメリットは無線が多分混線するかなっていう、うん、確かに倍増えると思います。で情報量が、うん、確かにこの人数でやったことってなかなかないですもん、うん、そう基本的には運転してるやつじゃないやつが無線入れたりとかした方がしやすいと思うんだよね。そうですね、役割分担、うん、助手席の人間がまあ本来は無線入れるべきなのかなと思うけどね。まあ慣れもあるからな。ボアとボアとレイラを私の車に乗せるわ。うん、はい、守れるかな。
大丈夫。はい。で、データをナノのヘリに乗せるってのはどう？ナノのヘリ。今回太陽君一番楽しいぞ。どう？火力が下がる。楽しいね。だったらは一郎とレータさん交換とか。どうですか？地上にいた方が、面と向かっての打ち合いは多いと思うんですよ、地上の方が。確かにな。空中は、当て感さえ良ければいいと思います。その、駆け引きないので、あまり。消耗避けながら運転いっぱい頑張って。シンプルに、こう、じゃあ、そこチェンジしようか。助けてほしいときに真っ先に呼ばなきゃいけないのは太陽くんだな。やば。今日太陽くんが一番声だけ上げない。そんなじゃないかないじろ。ボスが声上げてる。そんなじゃないかないじろ。先ガードしてる太陽くんが先に。一郎がナノとペア。了解です。それだけしてる。で例えばそのダウンしたものとかがおったらわかるじゃない。そのナノは。はい。そしたら最悪ガレージに行って。その一郎を降ろして一郎が車一台で出てみたいなのでもありだ、うん、はい、一郎は別に車運転下手じゃないから、ナノがピックするときの護衛的な感じでもそれでもいい、それでもいい、わ、はい、かりました、うん、まあ一旦こんな感じ。それ以外は臨機応変にやっぱやらなきゃダメだわ。モルトモはそろそろ、あ、モルトモいるわ、モルトモになってます、モルトモ。そしたらソロトモモルトモもヘリ部隊でいいんじゃないですかね。ソロレーダー、え、ソロトモ、あ、モロトモ、モロトモ一郎にして、あ、そこセットに、モロトモ一郎ペア、モロ一、はい、一郎土地勘とかもあるんで、あ、確かに空も飛びますし、何でもどっちでも。じゃあモロトモは一郎ペアにしよう。はい、わかりました。とりあえずそんな感じにしようか。了解。何？ライアンさん。ギータ。柳田は柳田で好きに動かす。了解です。とりあえずいないから。はい。まあじゃあそんな感じで。それ以外はまあダウンしたりとかしたら各々の判断でこう人乗り変えたりとかそういう風にすればいいと思う。了解。うん、車がシャカって動けないとかさ、大丈夫。最初はうちがテディベア持ってるんですよね。あ、そうだと思う。そう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 、そう、じゃあ最初防衛スタート。うん、ボス、あの町の範囲っていうのはまだこれからですよね、決まる。まあで別にそんなあれじゃない、北の方まで行かないやろ、町だけやろ、行かないか、うん、こっちの方だけでしょ。まあでも実際そのルールに関してどうなるかわからんし、まあウェスカーさんから連絡来てて何の話かもわからんから、とりあえず、うんうん、まあ一応こうもしバディで動くってなったら、多分今日一日そのバディで動いてみて、残りの時間例えばどっかに移動するにしても車で、わかりました、うん、あー、タケ聞こえとる、ため息が聞こえとる、俺にも。ボス、もしあの範囲決まったら教えてください、うん、ちょっと一個武器の方から提案があったんで、ほう、まあ、もしですよ、仮に全体使うってなった時に、うん、いくつかガレージあるじゃないですか、うん、なので一応こっち武器担当の方で武装版3つ出して、うん、ピットインじゃないですけど、武器が壊れてしまった、弾がなくなったって、はい、補充できるようにちょっと準備はしとくんで、オッケー、はい、わかった、お願いします、よし、パテー、ういっす、じゃあこの後俺のも使っていいよ、はい、ダメです、じゃあこの後私、はい、ウェスカーさんと多分話があると思うから、はい、だとりあえずあの電話してくるから雑談よろしく、了解です、了解です、了解です、もしもっといいペアとか思いついたら言って考えてみてもいいですか、うん、もちろん、了解です。